お待たせいたしました。それではここから講義を。前の問題は1号でもあります。河野先生によります、武術とする心身の使い方と向き合い方によりを、これからまた松本さんのいろいろな、実技を教えていただくことになります。どうぞお楽しみください。よろしくお願いいたします。先生、よろしくお願いします。はい、大丈夫です。ちょっと大きすぎます。はい。大丈夫ですか。このぐらいならいいですから、ね、まだ大きい。大丈夫です。じゃあこのぐらいでいきましょうか。今日来られてる方の中には、まあ、いろんな関心に来られてる方いらっしゃると思うので、なるべく、より多くの方のご関心に応えたいと思うんですけど、まあ、一番こう切実な感じでは、その介護に使うというのはあるかと思うんですね。それで、まあ、さっきこう手を引き起こすのっていうのをこう真田のご当主に体験していただいたんですけど、これがこういう感じで、これは先端の手と私が言って、ここをこういうふうに使うんですね。それで、あと皆さんが一番来て難しい技術もなく、役に立つのはですね、私が草案したんじゃないんですけど、私の縁でこの道に入った、山形にいる古関沙夫という人が気づいて、この何年間かでだんだん研究を深めてきた、すごく面白い有効な方法があるんですね。それは紐取れっていうんですけど、それをちょっとお伝えしようかなと思って。ですね、誰か体験したい人、女の人いますか？あんまり、いかにも弱々しい人の方がいいですけど、できたら。誰か出たい人、別に怖くないですよ。女性の弱々しい方だそうですけど、いかがでしょうか、私はと思う方。先着順ですから。でも出れば、出て、私出ようかなと思って、それ、様子見て、私が体験したかったなと思う人はたくさんいると思うけど。じゃあ、ぜひどうぞ。いかが？はい。あ、いいですよ。あんまりか弱そうじゃないと思うんです。何かやってらっしゃる？特にやってません。ちょっとこうしてください。このくらい。私が乗りますから、ちょっと耐えてください。耐えきれないでしょ。おへそ今どの辺ですか？これ帯締めしてるでしょ。でも帯締めとは関係ない。ここちょうどこのくらいですか？この辺。これが不思議なことに、帯締めは全くと言っていいほど効果がないのに、この位置に帯締めしても無駄なんですけど、はい、これこうしてください。私伸びますから、いつかこうスッと耐えてくださいね。こういう感じでどうですか？全然違う。よくわからない。今回は男の人です。次誰か体験したいと思います。こんなにいてだらないですよ。ちょっと見てください。ちょっと、はい、しっかり出せます。どうぞ、耐えてください。グッと振りました。
だけどこれは無理だと思う。こうして1,2の3で引き上げてください。このままですね。いやいや、このぐらいの状態でそのまんま別にいいですか。1,2の3、いいんですよ。それで、まあ、これでもいいけど、ちょっと足りないな。まあ、いいや。押して。おへそどこですか。これは決して強くやる必要ない。あるでしょ。普通の席ですよ。いいですか。1,2の3。このところ上げて、上げられなか。私もさすがにこれ100人ぐらいやるまではこの人が最初の例外かなと思ったんですけど、もう700人以上やってるけど、ただの一人も例外ない。全員ここ負けば強い。もう終わりですか。それとまあ、この格好ででも腕立て伏せできます。あ、やってみます。はい、いいです。あ、いいですよ、そんなもうちょっとやってみます。あるいいですか。ちょっと立ってこれは伝統的、日本で伝統的なたすきですけどありますよね。こういうふうにたすきを緩く、まあそんなにきつくなく、これは普通のあのなんていうかよくあるような幅の紐だとダメなんですけど、これでちょっとやってみます。どうですか。最初4回やってその疲れが溜まっているけど、それよりは長く溜まっているのにさらに6回はできた。軽い感じはありますね。これね、あとこう重いものを背負ったりするときに先にやると、それからさっきのこのお尻じゃない、このおへそに巻くやつは、腰痛に、まあ腰痛になった人でもいいんですけど、なりそうな気配の人にこうやって寝ると、それから面白いのは、トイレに行く回数が、よく夜中何度もトイレに起きる人が半減します。理由はわからないけど。で、1にも2にも大事なのはこの紐の太さ。太さとか、もう平らな紐やベルトは全く効果がないです。太くても、細くても、この6ミリぐらいの、このぐらいの。それは体型とかに関係なく、関係ない。6ミリが、そうです。だから引っ張れば4ミリぐらい。だからこれぐらいでもいいんですけど、材質も問わない。材質も問わない。今もこの紐取り用の紐っていうのを開発して、この今ちょうど売り出して、昨日の私生の加工中継でやったんですけど、別にそれなんかじゃなくて、いろんな手芸売り場にあるようなメーター70円か100円の、それでまあ3メーターぐらい買ってこう二重にして、まあ二重にしてもいいんですけど、そのぐらいにしてこのぐらいにしてこう巻くとパッと簡単にできますから。ですから、それでも、だから紐はとても便利なんですけど、衝撃的なちょっと実験をするとですね、紐がいいのかと思って、紐もいいんですけど、おもちゃの下でしょうか、持ってください。下駄をこう、
はダメなんです。いやただもう何度もやりました。草履はダメ。下駄はもちろん本物の下駄でもいいんだけど、こんなおもちゃの下駄です。人間の体って不思議ですよね。つまり人間の体って想像している以上にある環境とかある形の補助とか特定ですごく変わるんです。で、これ今、あ、いいですね、ありがとうございます。今この巻物の真似は これを草案した宝石さんという人と私が今本を書いてるんですけど、結構驚くべき効果がいろいろありますね。洋学校の要するにちょっと障害のある子どもたちに、まあ、どうしてもこんなふうになってる子にここと例えば2か所巻くとほとんど何もできなかった子がこう日常のことができるようになったりする。とにかく物がものすごく安い上に維持費も電気代も何もかかってない。もう話がうますぎるんじゃないかそれからこうなんか変な副作用があるんじゃないかって言って、これ別にこんな人を一本締め上げるわけでもないから副作用なんて心配する必要全くない。あるのかないのかなっていうぐらい、なんとなくあるかなっていうぐらいです。実験してみようと思います。その辺のコンビニであの白い荷造り用の紐買ってやってみれば、もうみんなで分ければ10円もかからんじゃないです。騙されたと思ってやりにしてもあまりに安くですんでしょう。ですからこれはもう本当に、この間あのさんまの「ほんまでっか」っていうテレビの「ほんまでっか TV」が来てこれ実演したんでしたけど、「ほんまでっか TV」もあんまりびっくりして「ほんまでっか」って言われたって現にその通りそうなるんだから、疑ってる人も自分がやってもらえばそうなるんだから、あんまりほんまでっかにならないですね。ほんまでっかっていうかもうまさにその通りですから。だからまあそういう面ではこんな驚くべきことがあるのかなっていうことなんです。ですからまあもし関心のある方は家にこのくらいの紐あるだろうし、まあ、投げれば、だからくれぐれも言いますけど太さが問題、形が問題、丸いこと、太すぎないこと、細すぎないこと。なんで6ミリかっていうとですね、まあ私のこれは私の見解ですけど、ここに何かものがあるなっていう感じはこの太さが一番いいんです。この場所を特定したいんです。ここっていう場所、このライン太いとここっていう場所がエリアが広がっちゃうんですよ。細いと感じないのと、あときつく締めるとそれはこう食い込んでくるから体がなんか興味を感じるんですね。嫌なんです。そうするとやっぱり6ミリぐらいの太さ、これ以上太くするとぼやけるし、細くすると感じないかグッと入り込んできて、要するにあるっていう感じじゃなくなるんです。そういう面でこの太さがちょうどいいという。まあ、これはもう本当に伝えるのも楽だし、実際倒れて脊髄損傷で9ヶ月間車椅子が立てなかった人がもうお腹に巻いただけでもう即立てた。でもその人泣きましたね。あまりにも単純なことであまりにも効果があるから本当に人が驚く。今お医者さんでも結構関心持ってる人がいて、結構芸能界やらなんかでも広まりつつあるんです実は。でまあ今年はそれをまあだから介護するときに、介護する側もそうですけど、される側にも巻くとされる人の体がまとまってくるから楽になる。まあこれは今日せっかく時間とあれを使って来られた方には、これは一人一人で教えなくても本当にもう身を見まねでやってみてもその通りです。きつく締める必要は全くないです。あんまり緩すぎて落ちてるとかあれですけど、だから今みたいな今の和服の方は私初めてやって
本当は今言うとこの人が最初の例外かなと思った子はやっぱりこうやってお辞儀をしたりしてるんですよ。1% ぐらいはちょっとあるいはあれかなと思ったんだけどやっぱり関係なくて、だから帯にしてる上から巻くからほとんど感じ方はわずかなはずなんですよ。それでも効果あるんですよね。だからこれは人間の探知力、感知力っていうのがやっぱりその普通じゃないっていうことを示すいい例だと思う。これ下駄持ってもなりますしね、道理じゃダメだしね。本当に人って不思議ですよね。まあ何かご質問ありますか。せっかく来てあれ聞きたかったのにと思った後であれだったら、はい、どうぞ。紐の代わりにゴムではダメですか。全然ダメ、全くだ。もういろいろ試しました。はい。はい。ゲタラじゃなくて、板でいいんですか。板、ただの板はダメですね。ただ板にデコボコつけて、ゲタに近い感覚に、なんかね、立体状態になってるといいんですね。だから、なんかね、立体を連想するんですね。そうすると自分の体がこう、全部がこう、で、紐を巻いた場合も紐を巻くとうまく力を分散するんですよ。ここにかかる負荷を体中が引き受ける。な、人間の体っていうのは本当にうまくできてるんですよ、実は。それで、あとはこれから春のこう行楽シーズンですけど、このここにお尻の骨、座骨ってあるんですよ、尻たぶの下にある。ここに引っ掛けて、ここに大天使っていうのがこう大腿骨の骨ってこういう格好でパカッと入り込みますよね。でここの一番ここにここに骨盤の長骨の角があって、こう下がってこのちょうどこの辺にこうグッと出てる、そのすぐ下あたりに座骨から斜めに引っ掛ける。それでこれ縛る。これはちょっときついです。そうするとこれはもう山登りとかするのに劇的に楽です。私の知り合いが5人でこれみんな腰に巻いて富士山に乗って、もうみんなをガンガン追い越して5人登ってて、あれは何者だって言われるくらい簡単です。ここをこういうふうに全く違います。でこれが限度ギリギリの太さぐらいですね。これはちょっとまあこのくらいでもいいかなっていう。まあ一番いいのは直径6ミリくらい。お腹に巻いて寝るときはちょっと柔らかめの方がいい。で、したりいろいろするときはこういう丸が潰れないような方がいい。そういう状態なんですけど、他にさっきのサッカーの競り合いみたいなあれで体験したいっていう人がいらっしゃればやります。なんかあれな人がいればやります。あと例えば剣道関係か何かの人で、私今月1回剣道関係の人で、まあ、剣道の人はなかなか私に教えてほしいって人はみんないないんですけど、最近一部6、7代の人の何人かの集まりから呼ばれて、一橋大学で月1回やってるんですけど、うん、皆さんだいぶ熱心もなんか夢中になってきたんで、いろいろ漫画家の倉田真由美さんっていう倉田さんがそこのメンバーの一人なんですけど、この市内で、今の剣道には全くない使い方があって、
もう剣道の人は、まあ、何十年剣道やってる人も一度も見たことがない。表交差から裏交差に瞬間に変わる技があるんですけど、え、誰か見てみたい人います？じゃあ、やります。先生、剣道やってないですけど、はい、進行流も行っている。あ、そうです。はい、どうぞ。先生、右行くと、こう握ってましたけど、そうですね。それに関してちょっと教えていただいて、どうしてこうでないかっていうことを教えていただいて。刀は私はこう持って、剣道でやったら必ずこうされ、こう直されると思うんですけど、今、この松林様之助の絵伝書を見ると、こう手が寄ってるんですね。だから幕末に白井徹という有名な人がいて、勝海舟が自分はかつて白井徹という名人について意見を教えを受けたことがある。で、前に立ってられなかった。あまりに不思議なんで、その夢を問うと、お手前に剣の心得があるからだと言ってて、まあ、俺はもう、その、よほど及ばぬと知ったよって勝海舟が、鉄舟随伽とか、あの人の、他のものに書き残してるんですけど、氷川清和とかに、白井徹の絵伝書があるんですけど、本当に寄せて持ってます。それで私も調べ気になって全部調べたんですけど、江戸時代のいろんな絵を見ると8割は寄せて持ってる。話してる絵もないではないけど、その方が悪い。だこれでも日本の建築がいかに失礼してるかわかる。幕末に市内で打ち合った時に、なるべくこう長い市内を持って遠くから片手でこうするあれがあって、でその時になるべくギリギリ持つようにして、で月見なにわの目っていう、その昔内部資料があるんです。要するに道場破り対策を書いた本なんです。でそれによると、ここをギリギリに持ってこうやって体当たりのようにつけっていうことが書いてある。でまあ幕末あたりからそういうふうになってくる。で葛飾北斎の北斎漫画っていう絵があって、もう江戸時代のいろんな人たちの動きをすごくこう生き生きと描いてる。その中に剣術の稽古の絵があるんです。かなりある。一人の例外もないんです。市内をみんな寄せて持ってる。で昔の方は寄せて持っていたのかなっていう癖で、さっきの私のこの刀が瞬間にこっち越えるっていう、あれも離して持ってたらできません。寄せて持たないといけない。それとこの技がそう、これはこう来た時、これ表交差って言いますよね。結局これこう思ったの、あ、いいです、どう思ってもこうなりますよね。それがちょっと瞬間に裏交差に入る。どう見ても表にこう来るなっていうのがパッとこっちに来る。でこれが今のこれができる。で、一つ面白いのやつ。ちょっとこれも、はい、あ、これ。これはもう見たくない。割りだけにあれがして。私が例えばこの辺のこっち、どっちのことでもいい。防ぎやすいのはどっちですか。こっち。じゃあここからパッとここにこの拳打ちますから、私が打つのパッとセーブします。はい、いいですか。何回かやりますか。3回4回全部防げるでしょ。防げますよね。で距離も全く同じですよね。でまあこれは一応まあこう防ぐっていう形で一応受けてもらうっていう感じで、こうやってこうやってやってるから。で今度こうすると今度は防げない。今度は連続していきますよ。いいですか。なんでさっきのは防げたのに今は防げなかったのですか。指動作がないのと、うん、埃が消えてる、埃消えてるのと、なんか不満を持ってるから、なんで埃が消えてると思うんですか。この状態から例えばここからパッとこっちへ行く、払ってください。これは払いですよ。これはもう相当早くやったらこうですよね。とか同じ距離だけど、こういう形でいいですか。
そう。ね、これを防げないのは、さっきここに紐に巻いたんですよ。へその、ここのところを振動させるんですね。ここを振動させるってのはどういうことかというと、上半身と下半身を切り離すんです。そうすると、気配が出ない。いや、集中するのと全然違う。ここ切り離すんです。だから今さっきこれで生きたこういう感じになったときにいきなりこっちに変化すると余計生きにくい、そういう状態。それとこれもちょっと多分まあ加藤新道流やら剣道でもそうでしょうけど、これはあの普通の市内に考えてるから別にこう止めてくださいね。止まりますよね。ここで止まりますよね。で、ここでこうやろうとしますけど、止められますよね。それをですね、これいいですか。これが当たったときにこういうふうにするとこっちが入ってくる。それとあとつばぜりにこうなりそうになる。つばぜりにこうなりそうに。なったときにこういうふうにこれがどんどんここまで落とす。いや持ち上げても無理ですよ。あなたがパッと対応してこうなるだけだから無理ですよ。こうしたらだけどこれはこういうふうになってる。それでこの時この時は手を離してますけど、この時手を本当に使わないようにする。上下方向にだけこういうふうにして、そうするとここまで落ちる。だからつばぜりになりそうになった瞬間にこの手をこう使うことをやめるためにこれを上下方向に引っ張る。つまりこう使うことをやめて、ただこれがぐーっとこういうふうに引き伸ばすようにだけ使う。手でやったら絶対止められますから、こういうバッと止めますね、しっかりこういうふうに止められるから。だからとにかくこうこれを上下だけに使う。こうそれでここに収縮をかけるとこういうふうになる。だからこれがさっきこれ使ったこれからこれをこういうふうにしてこの紐取れるこれのこの向きを応用してる。そうするとそういう普通で普通つばねになったらもうこれで終わりでとても無理っていう、その時もほとんどここにこう。それとさっきやったように、あとこれがここにちょっとこっちに入るでしょう。そういうようなで、こうなった時にパッとこっちへこう向く。あるいは下段に取ったところからこうしてて、えったらパッとこっちへこう来るよ。あるいはこっち側からパッとこっちへ押さえとく。それからこうすごく強く巻かれたときによく昔剣道の人が巻き綿でこう市内に飛ばされたっていう話があるんですけど、私の場合はねものすごく巻きの上手い人に巻かれるとここまでこう連れてってくれるから巻いてもらった方がいいんですよ。逆にもう巻き綿の強い人大歓迎、ローセンドして相手のところから行けるから任せとく、うまく任せとく、自分をこうへ連れてってくれる。だから剣道の人に巻き技の上手い人に剣しないで飛ばされるっていうのは私は理解できない。巻き技の上手い人大歓迎ですから、もう本当にこっちはもう連れてってくれる。だからその辺がやっぱり多分手の内の使い方が違う。だからさっき言った
これがパッとなった瞬間からここにこう入ってくるとかね、表交差から裏交差に行ける、あるいはこれがこう今朝に今朝にこう行く時でもこれがポッとこっちにこう入りますそういうこれも一切余計なことはしない、手は極力使わない、だからあの剣道がこういうふうにやるっていうことを絶対やってやる、これは松前様付けが巌流剣術物語っていうのを弟子の人が書いて残してる、もう手首折れる、手首をこういうふうに使うな、今の剣道の常識は絶対やってはいけない、病気の身って言ってやってはいけないことがずっと書いてある、松前様付けの教えなんだ、もう病気の身ですから、こういうのはやってはいけない動きなんだ、手首を動かしちゃいけないんですよ、その身の備え立ち構えは器物に水を入れ敬って持つ心地ない、みだりに刀を上げ下げするな、だからもう本当に松前様之助の教えっていうのはもう本当に今の剣道とは違うし、でも現実にやってみるとすごく有効なんです、だからもうここはまさに松前様之助の生誕の地ですから理解してくださる方がはい、ありがとうございました。他に何かあるいはさっきのサッカーのセリアみたいな中でやりたい人が持ち出したと思います。はい、どうぞ。どう言われてるの？セリア。うん、あ、はい。サッカーされてる。はい。うまいです。一応あのルールはご存知ですよ。ルールってどういうふうにやってるでこうなると。でこの前に私は不木の体っていうやつなんですけど、まあ不木の体でやってもいいんですけど、不木の体っていうのは。重心側、左に重心かけてますよね、それで重心側を上げるんです、普通は重心側っていうのは軸足ともいってこれに乗せてこっちを動かす、だけど重心側が上がるから止められない、普通こうしてるでしょ、こう、それで普通これに重心かけてこう動くんですね、もうちょっと後ろの人を教えない、それがこれが上がるで後ろにもちろん重心かけない、それでその時これがパッと動くとこう、体重はどこにあるんですか、体重はだからこいつに預ける、恥ずかしいんじゃないですか、水の上を歩く時左足を後ろ回るって願いしたいそれで、はい、それはダメなんですけど、ちょっとビニールシートとか敷いて、まあそれやる人いますよね、パッパッパッとこうだなんか敷いてあげて、で今のあれのため一つはこうかかとをつけてですね、こうオーバーハンドしてこういう風にしゃがめるから。でそのくらいできると男の人は絶対ないから、でこれができるとこういうことができる、ちょっと私は押してみます、押してください、で普通こうですよね、でもこれはこうなってるとこういうふうに、だから昔初代若乃花がこんな腰でこういっちゃって二枚腰ですごいとか話なんですけど、あれは普通みんなあんな腰でも大丈夫ってすごいなって言うけど、そうじゃない、あんな腰だから丈夫なの、逆なの、この腰だからすごい丈夫なの、要するにこう沈んでいくときにこう前に行くと相手が前から押してきたときに腹筋でしか対抗できないんですけど、こうやるとこの足腰全部が使えるから、私これ重量の力士打っちゃいました
それとこの間1月に宮城の出会いって横綱白鵬と合わせてくれる人いたから、まあ、せっかく横綱に会ったら前から一度は試したいと思ってた。こうよくこうあるんですよ、両手でいいですよ。これ一般の人、多分一般の人でも普通の力士でこうされたらこれ落ちないと思うんですよ。結構力士の場合も片手ですけど、力士の片手より一般の人の両手の方が結構丈夫だったりしますから、それを角なりっていうこの指で。幕下や柔道の力士とやってこれ止められてないまあでもね、横綱にいきなりあの言うのも失礼だなと思って、その宮城の宮見学行ってなんかあの前から知ってた放課後ってあそこの幕下力士がちゃんと食ってってくださいよとか言われて、それで行ったらなんか横綱に紹介してもらって、で横綱結構研究熱心で、それは何ですかって横綱もやりますかってやってもらったので、そうですか。それであの横綱も止められなかったんですよ私。まあ一番さすがに今までやって誰よりもやりごたえはありましたけど、でも止められるしかない、画面関心持つからいろいろこう横綱相手にああやったりこうやったりとかたまにやるのも部屋嵐だからやりましたなんか話したそうだったけどもっと、うん、だからあのこう来た時にこれはでもね普通の人でももしこれどうやってるのかぜひやりたいという人はその場でお教えします。そしたら、まあ、明らかに普通の場合より強くなる。こうやったらダメなんですけど、ここをなるべく直角に開く、そうすると力がぶれないからこうやって沈む。ちょっとお礼に教えます。例えばねこうやって軽く握って落とすでしょ、どうこの程度ですよね。それが指をまっすぐ伸ばして親指をなるべく直角に開く、でここをまっすぐ、そうすると小指が針金が入ったみたいにビシッとなってきたらもう、そしたら大丈夫ですよ。そう、強くなってしまう。どうですか、さっきより強いでしょ、うん、そうなんです。ブレる力はブレない。これあとちょっと足がいつかないようにしないといけない。そうすればこれも私止めた人はあのこう受講料返すって言って一度も返してないんです。まあ白鵬でも止められなかったですから、あのまずこれ止める人はちょっといないですね、一人もいないかな今まで。まあ一人こうその人は心目が人はいますけど、あの人は横綱白鵬と相撲のルールで相撲を取っても白鵬がとても叶うと思えない人が一人いるから、まああの人にやってくださいとは言わないですけど、まあその人ぐらいですね。はい、この方は私の一番の美術の名優で、まあ、長野での講習をやってる池野光雄が秀としてあの人はすごいです。あの人は私もだから白鵬できてちょっとやったけど、これは白鵬はあの水岡ちゃんにかなわないと思いました。やっぱり隠れてすごい人っているんで、なんせまだ10年以上前、あの人が私と2人で講習会やった時に岡山の空手道場でこうスタンドバックをポンとやったの、どうなったと思う、スタンドバックが落ちてきた。なんでかっていうと、瞬間の力があまりに衝撃感に伝わったんで、サンドバッグが向こう行かないで、くの字になって縦揺れして、フックが伸びて落っこった。そういう人ですから。いや、その時は今に比べて全然まだまだダメだった。化け物だよ。いや、まあなんかちょっとやってみようと思ってやった。その頃は結構いろんなことやったんです。あの江田島の海上自衛隊なんかレスリングの教官が来てなんか嘘笑いを浮かべて聞いてたんですよ。じゃあちょっと軽く持ってやりましょうかって、そして私どうせ飛ばされると思って後ろに待ってたな、その江田島の教官で80キロぐらいあったんだけど、
こう V の字して、頭より足がこんなに上がるんですよ。ポンってやられただけで、ドワーッ。これはもう吐く方はやらない方がいいよなと思いますね。だからまあ今そういう人いますからね。もう普段はとっても信じてるんです。全然そんなあれじゃないですけど、まあ私の一番の名誉で、本も2回1回今度また書こうと思って、まあ長くても好色がありますから、あれで見れば、まあ、私も何かのテレコの話をし、あの本に名前出して、いや世の中にこんな化け物みたいな人がいるんだな。長谷川穂積っていうプロボクサーが、こんな気配の前に初めて見たって言ってくれて、でもその時はまだとても今こんなのできなかったんですけど、これはですね、楽屋と本番を逆にしてる、あの舞台と楽屋を逆にしてるスキル。普通はここに楽屋があってここに行って、あ、これうまくいくかないかないかなと思うでしょ。じゃなくてこっちが舞台、でこっちが楽屋なんです。で、新人の俳優が本番の舞台に出ようとして怖くて楽屋に逃げ帰ると。だから全然逆なんです。つまりそういう心理的状況で、これがやっとこういうふうにほとんど反応できないんです。これやっぱプロボクサーが信じられない。こう行くとすると、これかわされるかなとか、いろいろ余計なこと思っちゃう。だから本番はここなんですよ。肘打ちがあと1センチで、それがこっち。だからこのくらい距離離れるでしょ。でここから一休さんのとんちでもないけど、走るわけでもないし飛ぶわけでもなく、どうやっていくか。倒れる、倒れるんだけど、倒れそうで倒れないとここまでこう行く。倒れ続けて倒れないように保つと、だから蹴らなくていいんです。蹴っていかなくて倒れればいいんだから。そうすると事前の気配がすごく出ない。そういうことです。さっきのこれを、これはね、カートの人が柔道してみんな信じられない。まあ、みんなってまだこれできるようになって1週間ぐらいだから、そんな何て、あなたの20人目でもなくなってないけど、しっかりこうして、両手もいい。とても無理でしょ、これ。それで、ドンと。これはほとんど、
体の使い方っていうよりも体をここにね、なんか割れ目があるんです。空間の割れ目がそこに吸われてく映画でね、なんかあのスペクタクル映画で飛行機の中でなんか乱闘してて、なんか銃で丸打っちゃうと気圧が抜けてピューッとこう行くじゃないですか。ああいう風に私も吸われていくんだけど、この人を巻き添えにしてごめんねっていう感じだ。まあやっつけてやるとか勝ちに行くとかそういうようなんて全く違う。例えば何とかやっつけようって言ってできるだろうかダメだろうかとか余計なもう心的消耗をいっぱいする。これで積み木をこうやってやるよりもバーンってやって積み木をぶちまけた方が簡単でしょ。だから努力して延々とこうやると大変だけど、散らかすのは一瞬で済む。だから散らかす方が簡単に決まってる。これもこうして何とか努力してやろうとするんじゃなくて、ブワーッとここで崩壊状態になってもうめちゃくちゃになる方が絶対早い。ずっとその方が心的ストレス少ない。できるだろうかとかいろいろ思わなくて済むんだから。だからこうなった時に何とかうまくいくんじゃなくて、ここに破壊的なことが起きて必死に抵抗するも虚しいという、わあ虚しいよっていう。つまり私がやってるんじゃなくて、ここになんか事故が起きるんですよ。事故が起きてうわーってもう座れていくわけですから。だからそういうふうにするとなんかいいイメージを描いてうまくやろうなんて、そんなんではなかなかうまくいかないし、だいたいうまくやろうと思うといやできない難しいとかいろんなこと思うでしょ。でもなんかがガーって崩れ落ちそうなのを一生懸命止めててもダメだって言って崩れ落ちる方がやっぱり起こりやすいんです。だからこれはこの人をやっつけるとか自分が勝つとか強いとかそういうことじゃなくて、こうやってたらここにたまたま空間になんか時空の歪みがあって SF 映画になるんですよ。時空の歪みに持ってかれちゃうみたいな。そうするとどうしていくのか。およそ今のなんかいいイメージを描いてやりましょうとそういうことは全く違う。だいいイメージをいくと絶対その時心理的にうまくいかないんじゃないかとか、うまくいくかなっていう不安が絶えずつきまとってるでしょ。そんなの流れかこうなんかで津波で持ってかれそうな時のもうそのカタストロフ状況だったらもう運もないんですからね。それとちょっとこっち向こう向きに座ってください。ついでに今津波で思い出した、座ってください向こう向きに。でこの人を楽に立たせる方法、足を投げ出して長座で、あついでにやると、あじゃあこっち向きに頭を取って、ああ頭を向きに寝てください。あの寝てる人を起こすのはここ使ってこうして起こしますよね。それでここから立たせる、お育ちっていうんですけど、その時この人を立たせてあげるのにこう大変だなってこう、そうじゃなくて違う舞台設定を考える。まず津波ですね。で私は津波で持ってかれる。とかここにもうなんとか木が一本あった。木がこうなんとかこうすがるんです。でも津波で持ってかれるんでしょ。入ったら入ったらそっと。物語を作ってこの人を持ち上げるって踏ん張ってほっとか余計な腰に負担がかかるから、そうじゃなくて私はこう持ってかれそうだし、ここにあるこれなんとか抱きついて持ってかれる、抱きつかれる、わあどうするって言ったらこういうふうに上がるんですよ。だからこの人を少しのなんか抱え上げてあげようとかそういう余計なことを考えてたわけなんです。絶対自分の体に変な負担がかかりますから、痛いけど無理して我慢して言ったらもう絶対お互いの不幸ですから。だからとにかくそこの物語はうわー持ってかれるよ、この木のおかげでなんとか助かってる。だからこの人をこれから持ち上げると思うと、まあ、なんかもう大変だなと思うでしょ。もう気分が全然違うんですよ。もうこの人のおかげで自分は津波から救われてるわけですから。それでそれでも光でうわー助かってるって言ってブーンってこう上がってくる。
だ持ち上げるなんて余計なこと考えるためなんだから、そこの心の使い方をどうするかで劇的に違う。昔氷山にぶつかってタイタニックが海に放り出したって大体40分で通したから一度ぐらいですから。でも同じ一度でも北朝鮮の国境の川に脱北者はあそこにわーっと潜ってこうやってサーチライトで照らされてうわーって潜って2時間ですよ、なんか記録にある。それで2時間で隙間に逃げ出してる。水のおかげで助かってると思えば同じ水温でもそこから立って逃げるだけで体力が保つ。でもわーダメだと思ったらもう40分で港口です。だからもういかに人間の心理状態が全然違うかってことです。だからもう仕事やるのも、もう状況設定が全然違うんですから。介護で使うときもそうですよ。だから演劇と武術は非常に近いんです。だからその時の状況設定をどうするかです。これは宮本武蔵が僕を聞かれたときに、そのこの幅一尺のこれが地上一尺のこの高さなら誰でも渡れるけど、遥か天守閣の何十軒もある何十メーターもあるところだったら足が震えると。まあ分かってみれば分かりますけど、なんか吊り橋でこう走って、吊り橋じゃなくたって欄干の前走って怖いんですよね、すごく。だけどそこで演じきれば地上一尺の固く信じて演じきれば平気です。ということで、あの例えばさっきあの腕を下げるのがあったんですけど河野さん自身がどうしても支えなきゃいけないっていう命題があった場合は、例えば河野さんがもう一人河野さんがいて片方が、ね、下ろす。いや、今の私のレベルだったら圧倒的にこうやる方がいいきます。どうしても支えなきゃいけないって言った場合はどう。いや、それはこっちの必死さがまた増してりゃ支えられるかもしれないけどそれは同じと言ってもその時の状態が全然、同じ人って言ったってその時の状態が全然違いますから。すいません、はい、はい、あの私この間あのうちのおばあちゃんなんですけど、88歳までお風呂場で転んでさっきと同じ状態になって座り込んだんです。それで声かけた時に大丈夫って声かけちゃったらダメだって言ったんですよ。あ、言わないのかなって思ったんですけどそういう心理状態も。そういう時はですね、あのいや昔の、あれと同じですよ。昔溺れた人間を助けるときっていうのは、まあ、溺れた人間はあのここにやって腰椎2番叩いて水を吐かせるんですけど、それから座らせてこの頸椎7番にカツを入れるのが一番早いんですよ。人工呼吸なんかやるよりもね、あのそれでマウス・トゥ・マウスなんて私よく知ってるお医者さんがいるんですけど、あんな簡単全然ダメ。第一、そんなね、汚い人を口なんかつける気しますかね第一、水の中じゃなくて、いやいや、分かってますよ。だからそれは今、私はその説明のために今、溺れた話をしてる。つまり、そうやって、かつ入れてるのを助けたときにどうするか、おーって言うんでしょ。その時、大丈夫とか言っちゃいけないんです。バシバシバシッと顔を張って、のろしで個人を言って、大丈夫って言うと、あーってまたかぶっていっちゃう。ところがバシバシバシって言うとブーッとなって、もう防御本能ですごくガクンとまたこの上に戻ってくる。だから溺れて息を割りした人間に大丈夫とか優しい声をかけちゃダメなんだよ。バシバシそれはいらなかった。うん、まあでも俺技術知らなきゃね、しょうがないから。タイミングを。だけどでもとにかくこう状況によってはこうやっと気がついた人を優しく言ってはいけないっていうのも昔から。顔をほっぺた引っ叩いて、もう罵れっていう。そうするとこう防御本能でガクッとこうエンジンが入る。先生、今介護っていうお話があちらの方で出ていて、はい、もし何でしたらお二人で来ていらしたら二人でその寝てる人を起こして起こした人を立ち上げるっていう、さっき先生おやりになったのを
あの実演で教えていただいたらどうかと思うんですが、まあ、まあ寝てると思ったんですけどね、これでやるのは、ええ、これはね、それは人によって、まあ、うんとね、腰痛みもするからですよ。そうですね。腰を使うなって言っても、それなかなか思わず使っちゃいますから、うん、難しいですか、うん、だから、まあ、寝てるのを起こす場合、もう、あの、もしどうやりたいか、あれな人がいればいくらでも。そうですね、遠くの人見えなかったと思うので、あの、こっち袖入ってきていいんですよ。介護の方でそばで先生に教えていただきたい方いたらいかがですか。あと、いや、私のその頑張る、できない理由はその頑張りの努力にあったっていうのも一つので、これができる人は本当に少ないんですね。この技がすごく簡単なんですけど、しゃがんだところから楽に立つ、でんぐり返しをしそうでやめる、これできる人はほとんどいないです。で、これはなんでできないか、できる人がいないかっていうと、頑張ろうとするから、努力するっていうのはもうみんな癖がついちゃってるんですね。だから努力したらできないわけない。もうすべて成り行きに任せるっていうことをしないと絶対できないわけです。成り行きに任せて、全部力抜いて、ただ夢も希望もなく落ちないと上がらない。立ち上がる夢や希望を出しちゃダメなんですよ。日本の教育間違ってますね。昔無双剣とか無心でやるっていうのはそういうことなんです。夢も希望も出しちゃいけないのに夢を持てとかね、本当におかしいですよね。だからまあ、その全体として夢を持つのもいいかもしれないけど、夢を持って努力することがいかに上達を阻んでるかっていう、日々実感してますから。で、いや、もうそんな努力しないでよければそんなに楽なことないですよって言って、その人に言うと努力してたと思うんですよ。なかなか染みついた努力根性は受けないんですよね。だから努力根性が問題だっていうことを、もうそれは無条件にいいことだと思われてるけど、全然そうじゃない。努力しないでやるっていうことがどんなに難しいかっていうことが、努力なんかバカでもできる。だからこうしてやめると、これできるようになった私10年だけど、今でも不思議ですよね。なんでできるんだろうって、毎回不思議さが増すという。はい、以前先生の本を見させていただいたときに、桑田さんのリーフィングにその膝を抜くというか、膝を抜く、はい、でまあ、私バレーボールやってるんですけども、はい、あのそのレシーブに今その手を生かすと何か体験できると思うので、まあ、レシーブも両方の足で構えてボールを取るときに右のボールを取るときに左足をこう蹴るんですけども、そうですね、逆に右足の膝を抜いてまあすいません、はい、だからこの膝が抜けてギュッとこういうふうに出れば、あの、早いと思います。バレーボールが空中でスポーツするんですけど、空中では先生のそのスパイクですとかブロックってのは何か生かそうと思います。まあ、私も去年バレーボールリーグからか呼ばれて指導者講習会で行ったんですけど、あそこの会長さんはなんか弁護士かなんかの人で、今バレーボールの副会長してます。で、割となんか頭やらかい人、それでやったんですけど、やっぱりみんな喫煙つままれてる人が多くて、あんまりその方が展開ないですよ。あのやっぱりこの状態のこの体のこの返しが多分ちょっとこういうふうになる。だからこれを強くするのはどういう方法があるかっていうと、例えばここにマットを置いてですね、あ、足の下に滑りやすいものがある人バーッと引くんですよ。バーッと倒れるじゃないですか。その時パッとこういう風になって、その瞬間これをね3個やるんですよ。こっち向き、こっち向き、横向きと、まあ横向き一番難しいんですけど、それでこう引くのを見えないようにして足元バーッと引くんです。でこれでやればね、
もう理屈ぐちゃぐちゃ言うよりも驚くべき体 の人間が出てくると思うんですよ。これはいろんなスポーツに進めるんだけど本当にやる人はいないんですね。台車でやってるんですけどすごいの絶対できるんですよ。人間ってもうその必然っていうかもうすっごい必然性のあるところで養われるっていう。去年早川書房から出た超人の秘密っていうことを書いたんですけど、これスクリーマースポーツとフロー体験っていうバカみたいな危険なことをやるスポーツの例えば人間が音速を超えるって知ってます？正三角形ですよ。時速物に乗らずに乗り物に乗らず人間だけがどうするかっていうと地上38キロぐらいまで上がってそこから落ちるんですよ。落下し始めて4分で超音速です。そこまで上がるのは50階建てのビルぐらいの気球で上がるんですけど、で回転が始まるともう目から血が出ようとしてえらいことになるんですよ。まああと地上に開いて危ないとパラシュートで降りるとかね、信じられないなとする人がいる。でパラシュートが片開きであと200メートル落ちていくんですね。それでそこにあったロープを掴む。そうすると摩擦熱で一瞬でもう手がそれ離すでしょ、だから落ちるじゃないですか。で最後どうしたわけかまた掴んだ。それで最後にそれ助かったんですけど、どうなんだと思います、その人の体は。手は無論も見られたみたいな。それ以外尻の穴が吹き飛んだって言って直腸がこうなったんです。服が疲れてふんわーって頑張ってまさか尻の穴が吹き飛ぶと思わなかった。だからまあそういうようなあれがきて、まあでもそうなった時ってこう全てがゆっくり見えたんですよ。なんでこの話になるんですか。だからまあここそのもあれだし、あと私は東京と大阪、今度大阪で4月11日あるんですけど、楽器、音楽家の人の楽器大賞、例えばバイオリンやらチェロやら、まあいろんな人に、まあもうこれはもう10年以上やってて見たこともない民族楽器に至るまでも何十種類だったかもしれないですけど、もうその場で答えなきゃいけないんですよ。何の事前知識ないですから。いくつか記憶に残るのありますけどね、私もそんなアルバイトですごくチェリストやらバイオリストに喜ばれたなって。だからおよそまあいろんな、 なんかガラス大工の人から炭焼きの職人からもいろんな職人からの相談事も含めて、もう体を使う使い方はどれだけ手に取りやったろうと思うんです。はい、はい、歩き方はこのままこう普通はこう倒れるような感じでいくじゃないですか。それでこの段差をですね、ここでやるかな、見えますかね。ここからこの段差って普通は上がれないんですよ。これがトライシーンってことですね。そうするとゆっくり上がれる、ゆっくり降りられる。やってみれば分かりますけど、普通こうやってよいしょってやるかかけてくるか、こうやってよいしょってこういうふうにやらなきゃ普通の姿勢で上がりません。それが手がこうなるだけ で最近はもう手使わなくてもできるようになったんですよ。ただでやるからふっとこう、そうするとここからゆっくり上がれてゆっくり降りられる。これはあとこの寝技になった時に横方向がものすごく強いですから、なかな
シャレなんか見るとなんかこう見え切ってるようなこんな格好でただのグーやパーじゃないですよ。だからこの指の形でいろいろ真似をするっていうこと確かな。はい、まあ、ナンバー歩きっていう言い方自体がこう曖昧なもんで、まあ、昔の日本人は要するに手を振って歩かなかったってことなんで、まあ、やるとすれば何かでこうなることもあったりして、でも基本的に手は振らないで歩くんですね。だからまあ、いわゆるナンバー歩きとかいう名前を世に広げた張本人の人ですけど、私は、まあ、その後いろいろ研究した結果、まあ、あれは竹っていうあの演出家の人が多分言い出したか、まあその前からもちょっとあったんですけど、江戸時代にそんな名前ないですから、江戸時代はみんなそうだからわざわざ歩き方に名前なんかないです。まあ宿を決めるとかいうこういうね、こういう格好で宿を決めるとかいうそういうのはあったけど、まあ、普通の人は手を振って歩かないんですね。でも明治30年ぐらいの横浜や京都の記録映画があるんですけど、もうあの頃すでにもう今風に手を振ってる人の圧倒的に多いですから、明治も30年前はみんなそんな歩いてなかったのに、もう日本人って本当に染まりやすいんですよね。びっくりするくらい、私もそれ最初もう映画ができてすぐ撮った京都やなんかの映像を見るとすごい期待したんですよ。もうこう手を振ってない人がたくさんいるんじゃないか、ほとんど中には、でもやっぱりさすがに中にはやっぱいますけどね、振ってない人まだ。もう今は皆無に近いでしょうけど、それからあと昔の人って膝を伸ばしませんからね。昔の日本人がすごい体力があったっていうのは、その膝伸ばさなかったっていうことか。だから着物の採寸するときだと膝が曲がってる状態でやるんですよ。これは幕末の撮ったいろんな写真、下岡連城とか上野彦馬とかベアトとかいろんな人が撮ったのが内田久一とかいますけど、そういう小写真を見ると、武士は袴履いてるか分かりませんけど、職人やなんか顔描きとか写真があるんです。一人も膝伸ばしてる、ね、みんなやっぱ写真撮られるとなれば当時としてはすごいね、やっぱりめったにない体験だから一番いい格好しようと思ったと思うんですよ。だけど一人の例外もないですよ。それでやっぱり明治の頃のいろんな西洋人の家庭教師が雇ったような話を読むと、その膝伸ばせって言い続けてるんですよ。もう完全に我々は洗脳されましたね、西洋の大岡啓蒙主義。だからこんな膝痛めるんですよね。バカな文科省がそういうのをどんどん踏襲するし、文科省は本当にいい加減だっていうのは、体育の第一歩に受け身を教えるってことをしないということですよね。どんなビルだって非常のための非常口があるのに、直立歩行で歩いてる人間にとって一番身近な非常事態って転倒じゃないですか。でも体育の第一歩はもう受け身であるべきなんですよ。だからこういう状態で立ててこうなった時に怪我をしないと、どこもこういうとこ打たないで一人足払いって言ってこうやって自分の足を蹴飛ばしてこうした時にこんな関節部をコツコツ打って、ああ痛いとかっていうふうにしないように。だからそれが本当に、亡くなってしまって、亡くなってっていうか、昔はまあ子供たちはよく遊んでたからやる必要もなかったわけじゃないですけど、だけどやっぱりちゃんと習わないと忘れますからね。今例えばもう結構70、80の人たちっていうのは昔、まあ、80以上ぐらいの人の少年時代って江戸時代であんまり変わってないと思うんですよ。電化製品だって、まあ私も記憶ありますけど、こんな電球とラジオぐらいですよね。そんな洗濯機も掃除機も炊飯器も何もないですから。
江戸時代はほとんど変わらないと思うんですけど、それでもじゃあ転んだ時うまく転べるかって言ったらやっぱりもう忘れてますから、やっぱり改めて学ぶべきなんですね、受け身は。で、泳ぎ、一旦泳げれば忘れられると同じように、受け身も学べば、もうなんか雪道で滑ったとしても瞬間的にバーンと受け身取るじゃないですか。え、これでもうあと時間どのくらいですか？あんまりないじゃん。余計な話しちゃったんです。15分以上。あ、そうですか、はい、あ、じゃあまあ、これ準備編でもやりますか。これどこにしようか。これどこか、こっちに行きますか。いや、あっちで、こっち、まぶしくて。あ、じゃあ引いてください。はい、福井さん助けて、はいはい、あ、誰だ。こう集計するとなんかあの車上の車検だと思ってる。あれがあれカリフォルニア州で今結構あれもあの禁止になってて、結構拳銃は構わないので、あんな星型の手裏剣がカリフォルニア州は結構うるさい。海外って変な国多いですよね。カナダってこんな狩猟ナイフや銃は別に構わないのに、あのヌンチャクは禁止なんです。それからオーストラリアは野球のバットを持ってあるんじゃいけないんです、ケースに入れてても。これは私の師匠はネギチル4代目で、ネギチルっていうのはこの松林様の助を演奏とするんですね。演奏とするんであって誰が伝わったわけじゃなくて、ずっと途中で失伝したというか、まあ、松林様の助がやったかどうかよく分からなくて、5代目の加藤の伊豆っていう人がいつもここに針を、ね、4本刺してて、その針を巧みに飛ばしたの。両の目に4本と8本隠し刺し置きとぞっていうから、まあ、頭のここに刺すぐらいですから、こんな短い針です。でそれがだんだん改良されて太くなって、水戸斉昭の、要するに徳川最後の将軍の徳川慶喜のお父さんに当たる人ですけど、あの人が非常にその武術を盛んにして、あの水戸に千葉周作の門人の中でも重苦で改善を受けたという海保半平という人を剣術の指南役で、でそこの海保半平の塾頭が根岸正礼という人で、上司はあんな感じだった。その人がその徳川の水戸斉昭の命でその海保半平が復興したその眼力中で、要するに東眼力のあの修験術の元に自分で工夫してそれをこう太く大きくした。で私の師匠は前田さんという人で、あの第二次大戦時これを実際使って人中新聞に載った人なんですけど、あのこれはですね、あの歴史の場合は基本的にここからここまでの長さと言われてるけど、これちょっと太い長い長いのはなぜかっていうと、これ長距離の安定性のためなんですけど、この先ほどで八角にして後ろにイノシシや馬の毛を漆で巻き込む。まあ今はあのイノシシの毛ではないんですけど、昔は私も本当に桃地焼いてイノシシの毛を巻きてやったりしたんだけど、イノシシにする必要はないなと思って。あの猫を太くしてこっちを細くすると重心が安定する。少しでこれはダースと違ってこうは飛ばない。要するにこういうふうにこう上段に構えた刀がこうなるようにいくんですね。ですからあのこれがこういう感じにいく。
何万じゃあれですから、ちょっとその辺に、はい、こっちこの辺に動いてます。当たった件に、なんか散らしておきますけど、当たった件に当たっていくっていうことが、10万分の1でも確率はないことはないかな。あと、これが飛んでるのを特に熱心に見たい人は、このマルシュで見せてもらうと、私の件がこういうふうに回転してないのよ。そしてこの距離が遠くても近くても、これちょっと暗いから分かりにくいんですけど、まあ特にゆっくり飛ばしますから見てるんで、分かりました。もうちょっとゆっくり。つまりいかなる距離でもこれ以上回転させない。でまあ多少にはまたあるかもしれないけど、近距離を遠距離をとかして重心を前になったり後ろになったりしたりするんですけど、もうそうしたらいろんな距離に対応できないから、全て同一の点同一の点のうちで離す時のこの体で作る円の作り方で距離の対応してる。でこれの難しさはですね、今の時期はちょうどいいんですけど、こういう夏になって汗ばんでくるとこれが離れにくいんです。このそれでまあ普通は三弦というのでこのくらいになるとやってるんですが、これは後ろにやってるから距離を取って、この距離でも回転したいのが分かるでしょう。だから全距離対応なんです。ヒューンとこう。ちょっと前刺さってるところがものすごく引っ張るから、そこに飛んできそうになるから、なるべく散らして、この仲間意識ってすごいんですよね。集まろう集まろうですよ大変な人も結構いたんですね。だからなるべくそういう全距離対応する形でいたんですね。まあ、あと例えばこうしといて、まあ、いくつか距離がこうよく分かんない振り向いた瞬間にやるように、これある程度分かってる人なんですけど、ここに一番遠距離、近距離、中距離ぐらいにやっといて、この段階でどれかを打って指名されると、それはなかなか大変なんですね。まあそれが、あ、そう。これを作ってくれてる人は、この新宿の人、駒ヶ根の人。まあ彼はおそらく日本で一番銃剣作るのが良かった。そういう、それでこれの難しい点はですね、これは剣を打つって投げるって言わないのかな、
基本的にこう手を離さないでこうやってる感覚なんです。それで離れる、ね、そこがすごくこれ難しいところなんです。この持ってるものを離さない、こうやってこうピッチングでこうやるんじゃなくて離さずにやる感じでいて、それで離れちゃったっていう感じ。だから手だまりは重みを測り握るとにすり抜けてと心地こそすれっていうのがこのまあ歴史的と思われる手裏剣術特動画っていう28章ってその中で、ね、あのそういう全距離対応を50距離で取ってやれば、手を使わないようにするんですか。手を使わないっていうか、このままドンとあのそうですね、ここで止める感じでピッとこれ止めてる感じが抜ける感じをするんです。瞬間が少なくやるっていうのもこれもなかなか大事なんです。はい。あとまたなんかこう体験したい人がなんか、まあ、はい。はいはい、体験したじゃないですか。先生、椅子のボールとか、それからさっきのネズミ返しとか、あのそういう状況設定の物語っていうのは、どういうふうに思いますか。例えば、普通、椅子、座って登ってみようとかって、あんまり考えないと思うんですけど、先生はその、どういう、こういうふうに。あ、これで登ったんですか。ええ、あ、これはね、これは、私はこうやったら、横に根股に強いってあれだなと思ってたら、私が教えた人が、まあ、いろんな高齢者の人にいろいろ体の機会を教えてて、あれをみんなに教えると階段登るのが楽で、楽で感謝した、あの本当にありがたいですって言ってもらって、それで私知らなかったら、そうなんですかってそれでやってみたら、もう本当だわ。さっきあのこう吸い込まれるとかっていうのは、何かこう、そうやとそういうイメージっていうのは、なんか作ってたんですか。そういう思いですね。こう吸い込まれたら、それはもうあの内観的に身体っていう内観的にっていう方向でやる。これはあのまあ私の師匠というか身体教育研究所のまああの今知ってる方もあるかもしれないです。野口生態って言われてた野口春近っていう人はもう亡くなって30年以上ですけど。の今次男さんが今あそこのトップなんですが、もう私がすごくよくあれしててもらってて、で私の動きも参考に新しい体の観察の体系があるんですけど、例えば体のその人のどこがどうおかしいかっていうのを自分の体に移して見るんですね。その、まあ、曲がりなりにもその技法というかその感覚が私もだんだんできるようになって、それで自分じゃないところにこういろいろ動かせるようになる。自分の体がこうやると本当にできないんだけど、この空間にこうなんか割れ目があるなっていうのがリアルにこう、だからね、イメージとは違うんですね。イメージとどう違うかっていうと難しいんですけど、イメージっていうのはある程度でもまあイメージすればできるっていうのは多少あるんですけど、うん、
これはね、答えが返ってくる。だって人の体がどっかおかしいと思って見るときって自分で勝手にイメージできないじゃない。だからイメージのとは違う。で聞いて答えが返ってくる。で私もこう来たときにどうしようかと思ったときに、あ、ここの空間がこう落ちればいい。それからだんだん分かってくる人方、ここになんか割れ目ができてここに座れればいいなっていうことがだんだん気がついてくるんです。でこうしたらどうって聞くんです。それはいいとか悪いとか言ってくるんですよ、ここが。だからそれはね、もうちょっとあまりにもこの頃もう教えようもない話になっちゃうから、さっきのこう紐取りとかこうやってすごく分かりやすいんで、来てもらった人がなんかわけの分かんないこと言ってたなっていう時間損失だと思うと悪いから、だから私のはこういうふうにやるだけですぐできるっていう世界と、あのとっても分かりにくいのとあって、あとまあこれはねすごいです。いや違う、あのよく私これやるのを今忘れてたんですけど、こう来てボンと、これさっき言ったように痛くない、こうそれがふっとここでかわすの。これはもうすごい、あのオリンピックに出るようなスポーツ選手は本当にできる人がいない。なぜかっていうと、よくてもみんな蹴って逃げるのが染みついてるから、蹴ったらどれほど速くても足は残っちゃう。だからこれがこうキバッと来てふっとっとっていう、こうこれがこう叩き音で、いいよ、ジュッと来たよ、もっと、そう、はい、いいよ、こう行って、ちょっとこう、行くような感じで、さすがにこれだけ滑るとちょっとあるから、あの、こういう感じで、ポッとっと、で、この時、私がここが、なんか大型の扇風機、あ、扇風機じゃない、掃除機で座れてるような感じで、ちょっとこう、行くように行く。回転、最初は回転なんですよ。最初はね、こうしといて、こう出す。そうすると、この動きとこの手の動きが見えるから、それでパッとこうやるとかわせる。だからこれは最初は回転。でもだ、この速度だからできるんで、だんだん速くなってきたら回転してる暇ないんですよ。こういって、プッと、ここを座れるんです。大きなこの、ここに掃除機を持ち出して。もう自分の感覚で作るから、どんなものでもね、全くただ全然金がないんです。どんな装置でも、すごい装置でも全くただできるから、本当にいいんですよ。こう来てブッとこういうふうに。だから人間の体の研究って本当にお金かからずで、先生すみません、はい、割と防寒とかってねじれた体積の人が多いんで、はい、斜めに振り横からバットとか振ってくれるようになると思うんですけど、はい、そういう時に今のもの、ね、その時は水面走りっていう、あ、これも本当は今日言おうと思って忘れたんだけど、こうしてですね、これがこれでいくんですね。この足の幅を広げた状態で走れるかどうか、これはそうそう、これもやろうと思ってたんですけど、サッカーやバスケで瞬間にかわすのに、あとラグビーでタックルされそうになった時ものすごく有効なんです。でもいろいろラグビーって試したんですけど、これはアメフトで100キロぐらい来たからタックルされそうになってこれやってみたんです。すごい有効でした。これはこう来た瞬間にこれで入るんです。でこれはね、打つの人ができないんです。いや、もちろん誰もできあのこれで走るのは誰もできないんですけど、これで歩くのも打つの人ってすごい抵抗あるんですよ。だから打つの人 の, あのリハビリにするんだったら、左右の間のこの足の幅を広げて歩かせる。あと私がこうたまたま知って人に教えて意外なほど有効で驚いたのが、イノシシの肉を食べさせると打つわ。早い人は即日です。翌日にはもうあの抜けてます。大友さんってあの俳優さんに教えてみたら、その人の知り合いの物書きの小説家が
もう本当に良くなったって。もう5件ぐらい。イノシシ肉って口元に入れてパッと食っても焼けてしないじゃないですか。あれもう豚肉はもの似てるけど、牛、鶏、豚、無理ですよね。ぐつぐつに煮てて、ここからここの間に食べられる状態にはなってないですよ。熱くて、ほぼほぼって。でもイノシシ肉そうじゃない。だから、まあ、何かどうかよくわかんないですけど、イノシシ肉はなぜか打つにはものすごくいいっていうのは、これはね、かなりの確率でいいですね。まあ、あと、まあ、話が横行っちゃったけど、幅広くこれでいく、これもね。で、これでこう、バッと寄るっていうのがすごく、なかなか難しいんですけど。でも難しいですよ。これはね、ここのところにこう振動を持たせる。そうすると、ちょっといいですか。面白いことです。なんかやったことあります。いや、まあ、とにかくこう。で、この辺持ってるでしょ。で、こう、ちょっと組んでるでしょ。で、こう。そうすると、これがですね、こうする。こうするって。これ、この間、名古屋で高校に行った時に、高校の柔道部、みんなこういうふうにやってたら、隣でやった堀越なんとかって有名な柔道家がいる。少年柔道教室でやってたんだけど、気になってしょうがない。子供たち全然柔道教えられなかった。教えてもらえなかった。これは今ここでこう振動を持たせるところで打ってる変な技なの。これはあのここに振動を持たせると、うん、いろんな形があるんですけど、他にあの階段のものがとても楽ですね。こうだからあの頭の神社が160何段っていうのをそれ使ってこう午前中登ってきたこれやっぱりこのカン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 とこう振動させるあそこの階段結構急ですから、ね、はい、ありがとうございました。すいません、はい、すいません、その階段を登るときにあの以前のこの右足を上げたときにあの どうそこの右手をこう、あの、した方が、あの、上がりやすいっていうのを聞いたんですけど、いや、それはもうトラッシュが圧倒的に上がりやすい。これが、もう圧倒的になる。私が四国で講習会やった時に来てた兵庫の OL さんが、あの、ポピュラーさん785段をガイドボックの半分の時間で上がって、全然筋肉痛にならなかった。はい、何ですか。呼吸法について教えてみたいですか。呼吸法ですか。呼吸はね、まあ、すごい、ちょっとなんかやったらしゃる。まあ、そうですか。じゃあ、大空間でちょっと座ってください。こういう状態で、まあ、ちょうど総水準みたいな感じで、こう後ろに倒れないです。で、倒れないよ。で、この手をいなしてください。いや、私の手をいなす。私は倒そうとするから。じゃあ、こういなしてください。総水準みたいな。わかりました。いや別に総帥者じゃなくてもいいんですけど、とにかく私倒そうとしますから、倒されないといなしてください。どうぞ。もっとちゃんといなしてください。こうですよね。いいですか。よく、今度は騙されないどうぞ。いなせないです。限界を超えちゃう。こうして、バッといなしてください。私がね、昔アキドラしたときに、あの女の人でも、夜中いてみたいに家も外国なくやると誰もできないんです。だからみんなもうすぐ教えちゃうんです。はい、受けはこうするんですよ。その時にいや私がこうしてるの何とかできないんですかって言ったらすごい気まずい雰囲気になっちゃうからみんな言わないんだけど、あそうすると先生もできないんだなってみんなやらて知るようになるんです。とにかくめちゃくちゃだから払う両手でいや思いっきり払うんですよ。倒されないよ。そうとこうなるじゃないですか。なこれがその呼吸なの。なこれぐらいはできたいと思ったけどできるようになるのに40何年か。ああ、そうですね。40年。つまり
とにかくこういなしまくるじゃないですか。で相手は全然倒れる気ないわけで、なるべく倒れないようにしてるわけです。いや両手で突きに行くわけで、普通こうなんですよ。それがさっき言ったこの内観的世界とその呼吸だとどうやらない。だからまあ呼吸といえばそういう感じ。この時の呼吸は吸ってるようでいて吐いてる、吐いてるようでいて吸ってる。どっちでもわからない。だから私は呼吸は別に意識してませんよって言ったけど、最近やっぱ呼吸はすごい大事だなと思った。でもその呼吸は意識してできる呼吸っていうよりも、その時生まれる呼吸なんです。さっき言ったようにそのこれできるだろうかって自分で先を占わないところなんです。だからそうするともう例えばこういうふうにもうバッといなそうとして、さっきバシッとこう払おうとしててもバッとこうで力抜いてくっつこうとしたらダメですから、もしもっと遠慮ないですけど、こうなんですよ。こうですよね。こうですよね。それがさっき言ったこうか。だからその時の呼吸はだから本当にやっぱり自分でも吐いてるのか吸ってるのかよくわかんない。だから呼吸はすごい大事だと思って、その呼吸っていうのが自分のその感情も含めてそこにある呼吸ができるんですよ。それを受けていただいて、あ、なんだこれはっていう感じで感じていただくしかない。まあ、だからそのことになるのはさっきの努力しないでこう行くような感じと、まあ努力はバカでもできると本当に思いますけど、だから努力がいいっていうのは、努力するのは仕方がないねっていうのがまあ本来だと思うんですよ。無条件に努力がいいと思われてるけど、努力して仕方がないから事前三千の策、三千って言葉あるかどうかだけど、まあそうするとね、全部違うと思うし、子供の教育でも子供はなんか変に解放されて、そうなると突然勉強するようになったりとか、全然違うんですよ。ふっと違う世界を提供すると、子供って全然変わりますから。はい。私は、小学校ずっと大学2で1度だけ3ぐらい。まさか将来、プロの選手に驚かれるようになる。夢にも私も周りも思わない。だからあと私今60なんですけど、もう30代でもう本当時間があれもあった時にとてもこんなことできなかったですから、だから30代の私が今の私に会ったら多分一晩ぐらい興奮して寝らないと思うし、こんなことができるのかと思って、だから私も30代ぐらいの自分に教えに行きたいなと思いますけどね。30代の頃、今ぐらいできれば、まあ、それから30年やるとだいぶ、まあ、松原様の時はほど遠いにしてもね、今やるとだいぶマシじゃないかなと思うんですけど、残念ながら時間を戻らないから、今若い人で志のある人が何してもらえれば、だ結構ね、柔道や剣道で常識的でなんとかって言われてるのも、まあ、私に言わせれば逆風の時に三角砲があればヨットで行けるのに、ヨット知らなくてこっちの順ただの方しか知らないっていうのに近いような気もしますけどね。でそこで努力と頑張るをやるから体ばっかり壊すんですね。まあ、努力しようっていう志は尊いことは尊いんですけど、まあなんか待ちぼうけの歌みたいな感じですよね。ある日せっせと野中瀬見てコロリ転げた木の根っこ、それから待ちぼうけしてたって言うけど、なんかせっせとやってる人は待ちぼうけじゃないように思うんですけど、実は待ちぼうけ精神なんです。つまり必死にやってりゃ何かいいことあるかなと思ってるだけの話です。でまた相撲の対立なんかで稽古不足だとなんか言うじゃないですか。あれがよくない。私もね、なんかどこに稽古しなくて強かったりするところに解説は困るんですよ。バカでも稽古不足って言ってらなんか間を持つと思ってるし、この文化を何とかしないといけない。そうじゃないと思う。本当これからもね、環境問題もあるし原発の問題もあるし、いろいろあれなんだから、本当にこうもう今までにないような発想を育てないと
本当にまずいと思うんですけどね。なんかそれは政治家の問題なんですけど。ああ、いっぱい余計な話です。でまあ、もう終わりですよね。かなり延長してる。はい、公園以外のことでいいですか。はい、公園以外のことです。先生は普段眼鏡かけてらっしゃるんでしょうか。かけてないことすれば。はい、眼鏡。私はね、今眼鏡だいぶ悪いんですよね。いや、普段はかけてないですけど、細かい字を読んだりするときは。だから目は本当に昔は 2.0 だったから悪くなったなと思う。それは何とか感じたいところですけど。視力良くするような体の使い方とかあるの。はい、視力を良くするような体の使い方とか。ああ、まあ一応ね、いろいろあるんですけどね。まあそれはなかなか人によってあるらしくて、まあ、大腿骨の問題だとか、あれだとかね、そこそこの耳をこう、耳の端をこう、細くこう、挟んでやるというようなのがあるんですよね。ちょっと知ってますけど。はい。もう、時間がありますよ。はい。はい。まだまだ皆さん、いろいろ質問、あ、手を挙げてらっしゃいますが、じゃあ、はい、最後、どうぞ。居合を見てみたいです。ああ、そうですか。まあ、私の抜刀術はもともと勝ちませんでしたけど、でまあここで、あ、本当はね、時間あればこれでなんか50肩の上がらない人ぐらいの肩を上げてあげようと思ったんですけど、この間腰痛で右も本当にあれな人が一瞬でよくなったから、やってあげるんだけど、この状態ありますよね。こっから落ちるのが会いたい。先生どうもありがとうございました。それではここで松代地区住民自治協議会の西村会長からお礼の言葉を申し上げます。本日は河野先生には遠方より松代にお越しいただき、ご熱心にまた英語を交えてまた実践も踏まえて大変貴重なお話、はい、大変ありがとうございました。真っ白は今、信州真っ白佐野大大博覧会ということで、いろんな催しをしております。ぜひまたこれを機会に真っ白へぜひお越しいただければありがたいと思います。先生どうもありがとうございました。先生ありがとうございました。ご来場の皆様も本日はありがとうございました。ちょっと夕方寒くなってまいりましたけれども、おかげさまで大変とてもいい勉強ができたかと思います。もう一度河野先生に盛大な拍手をお送りいただいて